はい、おはようございます。あいきです。今日は休みですんでね、久しぶりに自転車動画を撮ってみたいと思います。自転車動画を撮るときはね、ちょっと贅沢に 4K60fps で撮らせてもらおうかなと思います。割とこうぬるぬるの動画が撮れるんじゃないかなと思いますけども、音声はピンマイクですね。 F1LP に1000円で買ったオクウィントっていうところのピンマイクを、に変えてですね、録音、別撮り録音を、音声別撮りでやっております。割と1000円のピンマイクがね、結構機能が良くて気に入ってるんですけども、どうでしょうか。まあ結構気温は3度4度とかって、結構冷たいんですけど、なんかこうやって動くとね、喋って動くと結構暑いというね、いうそんな感じですけども、どうでしょうか。そうね、結構ね、そうだ、こうじーっと何も喋らずにずっと歩くとよりもね、こう喋りながら歩く方はね、あったかいですね。喋るの結構脳の労力を使うというか、脳も活性化されるんで、結構体ポカポカしてきますね。いいな、なかなか歩きながら出社、歩きながら自転車、いいな、歩きながらじゃねえ、喋りながら自転車乗るのもね、いいですよ、なかなか。よいしょ、よいしょと。いや、ドリキンさんが、ダヴィンチリゾルブの編集講座を、してまして、拝見させていただいて大変勉強になりますね。もうやっぱすごいね、ああいうプログラマーの、プログラマーというか、ああいうね、専門的な人らは、コンピューターの仕事を専門にしている人らは、ソフトの使い込みがすごいですね、やっぱり。そんな機能あったかやみたいな顔、ご存知でありようで、すごい勉強になりますね。GoPro の設定を、最初からシャープさを、高画質っていう画質を高にすると、そのシャープさがぐっと増してくると、で低にすると、もう少しシャープさが収まるということで、なんか高の方がいいかなと思って撮ってたんですけど、でなくて、最初撮る映像は、シャープさを落とした低優雅で撮っちゃって、後で編集ソフトでシャープさを、シャープネスを上げると、もう少し、カリッと引き締まるというようなね、裏技のようなことも聞けましたので、非常に参考になりましたね。ちょっと大回りしつつ、よいしょ、あれなんだこれ、こんなもんか、よいしょ、ちょっと大回りしながらですね、休みなんですけども、出社してですね、ちょっと仕事が残ってるんで、それ終わらして、それで、サマリーをですねサマリー印刷して、ちょっと人に渡さなきゃいけないんですけどもね、相方の子がもうインフルになってもうて、お騒がせになってますけども、その子が今日出社するかどうかで、そのサマリーもその子が後で付け足しで書くかなとも思うんですけども、まあそんなんするよりももう先に出しとけと思って、
プラン B、 その子が出社したらプラン B でそれに付け足してもらおうかなと思って、まあ、とりあえず印刷して封筒入れとこうと思ってね、今出社しております。よいしょ、よいしょ、と、そんなんで、で今日はあれです、抜歯の日ですね、ですんで抜歯はね、なんかね怖いですけどね、どんな、まあ3回3本今までで抜いたんかな、確か3本抜いて、全然抜くときはねそんなに痛くないんだけど、抜いた後にこうズキズキとするような痛みがあるわけで、まあ、そういう怖さはねちょっとありますけどね。よいしょ、と早いかな、結構自転車はスイスイ進むんであっという間に着きますね。土佐清水市の方ではね火災があったというとこで、で僕のちょうど愛機旅の土佐清水編でちょうどあの辺り歩いたんじゃないかなと思うんですけどね、あのもしよかったら土佐清水の町のこと分かる方おられましたら、見てもらったらいいかなと思うんですけども、火事になってない頃の土佐清水の町が、一望というか、まあ、散歩している風景が見えるのでいい参考になるんじゃないかなと思うんですけども、そうですよ、これね、長いスパンで考えればですね、この動画がですね、いずれ100年後にですね四万十市の町並みとかいうかでね、100年後にもう一回人に見てもらえるとなったら胸が熱いですね。僕のこの動画がですね、貴重な参考資料になってくれればいいかなという思いで、壮大な、長い長いスパンで、見通してですね、いければいいかなという感じですけどもね。ね、100年後郷土資料館あたりに僕の動画が展示されたら胸熱ですね。でもそうよね、あのだってあの中村の街並みを歩いて撮るみたいな人は多分いないと思うので、四万十市の街並みが知りたいとなったら僕の動画を見ればバッチリ分かるんじゃないでしょうかね、まあ、そういう意味では、ある意味、使命感を背負ってですね愛き旅をお送りしなければいけないかなという感じが、しとしととしておりますね。よいしょと、さあこっからちょっと動画を止めよう、よこしょーと、はい、大丈夫、取りに今から、あんまありがとう、またね。まるちゃん、まるちゃん登場です、よーよいしょ、まるちゃん登場しましたね。
よいしょよいしょと、こんな感じで、第2部なのかな、ひょっとしたら後半になるかもしれませんが、後半だろうね。さっきコンビニの中のイートインコーナーで少し休憩をしてですね、これから旭市へ向かおうかなと思っております。行ってまいりましょう。一発目に水田君まるちゃん登場ということで、まるちゃんを、タイトル画面にしてあげようかな。まあ、けどね、今日はねちょっと曇りなので、なかなかいい絵が撮れないのかどうかわかんないんですけども、なんかやっぱりこんなぐらいの天気の時に撮ると若干こうノイジーな感じの映像になりやすいですよね。あ、それからあれ、昨日撮った動画なんですけども、川を歩いたんですけども、割と綺麗に撮れたんですけど、あの対岸を走るね、車の動きがなんか違和感があって、なんかあのフレーム保管がうまくいってなかったのかな。なんか、ニアレストで撮ったはずなんですけど、何か動きがこう特殊なフレーム保管の、車の動きになってて、こうスムーズな車の動きじゃなかったんですよね。フォン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 みたいな感じで、止まっては動きみたいな。あれもう一回ちょっと書き出ししてみようかな。ひょっとしたらなんかオプティカルフローとか、もうなんだっけ、あれフレームブレンドだったっけ、なんかそういう特殊ななんかフレーム保管に設定が変わってたのかもしれませんけども、どうでしょうかね。うん、あ、今日は後で家に帰ってあれだ、貯金しとかないと。給料日ですんでね、今日はね、毎月2万円貯金しようというところで、貯金やっぱり貯金はね、あれですよ、余ったのを貯金するなんて絶対不可能ですからね。もらった時に別の口座へ貯金するとね、もらった瞬間に貯金するのが一番いいですね。で、残った分をやりくりするというかね。でもさ、結構その僕の同僚とかね、一人暮らししよう頃とかね、あの新人の頃とか、あの給料もらったら全部なくなるみたいな話をよくしよったんですけど、次の給料まであと何日を、あと何千円で過ごさんといかんみたいなね、そういう人らの話をよく聞くんですけど、何にこんなに使いようがやろうかこの人らはとかって思ってたんですけど、その当時から僕はね、結構そんなに金は使わなくて、余ってましたけどね、貯金せんでもね、ずっと余ってきて今に至ってるわけなんですけども、それだけ無理なく、まあ、お金は貯めれてるんですけど、皆さんどういうことなんでしょうかね。あったらあった分だけ使うということなのがいいのかね。なんか僕はちょっとしたその貧乏根性みたいなところがあって、やっぱもっちょこうとかね、コーヒー買うがやったらもうちょっと家で飲もうとかね、そんな結構貧乏根性はちょっとありまして、あまり無駄遣いしないのかな。まあその分、まあ余ったお金というか、その、欲しいものはバンと買うみたいな、そういうところなんですけども、嫌じゃないですか。なんか何に使ったかわからないお金って結構あるでしょ。そういうのを削っていってですね、何を買ったかわかるようなものを買えばいいんでしょうけどね、どうなんでしょうか。寒い、よいしょ。よいしょーっと、さあ、さあ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 。
そんなんでね、俺このそんなんでねってめちゃめちゃ使うよね。そんなんでね言うてよう言うてる気がするけども、だから、あれですよ、100年後は僕の動画を見てですね、皆さんがあ懐かしいな、こんな街並みやったな言うてね、言うてもろたらうんとええなと思うわけですけども、さっきの塔が昔の古着屋さんやったのよね。あこでね古着をねよくね高校の時とか見よったね。買えなくてね、高くて、アイリッシュセッターがね何万もしてね、これもうお年玉で買うんやあいうてお金貯めて買ったような、そんな気もしますけども、あの当時の買いたい買いたいっていう気持ちがですね、今になって服の買いたいというね、大人になって服を買いたい病につながってるんですけども、あの頃は良かったね、古着がいっぱいあったね、いいのが。もう今やね、古着って言うてもほとんどリサイクルだもんね、リサイクルの服だからね、リサイクルの服と古着は全く違うからね、やっぱり古着はいいね、メイドイン USA のね、古着がやっぱりかっこよかったな、その当時は。でメイドイン USA の寝るシャツいいの見つけた時ね、嬉しかったね、宝物見つけたような感じでね。また古着やからね、メイドイン USA からね、でかいのね、サイズがね、ちょうどのサイズのが見つかった時はやっぱ嬉しかったね。未だに取っておいてあるもんね、寝るシャツ。もうあのウールの寝るシャツやからさ、もう何度も何度も洗濯しても超縮んでね、それでも縮んでも縮んでも着よったな。よいしょ、よこしょと。だからね、あの20年でだいぶ街も変わるわけですよね。だからあの当時あの街並みどんなんやったかなとかってね、みんなの記憶の中にあるようなこともこうやって動画として形に残せれればですね、いいのかなという感じですよね。じゃあ絶対きっと100年後には何かそういう価値のある資料になるような気がするんだけどな、どうなんだろう。よいしょと。まあそれこそさ、その来たるその南海トラフ地震ですよ、あの地震が来たらさ、街並みなんてほとんど瓦解するでしょうからね。だからその当時のその、ね、街並みって多分変わると思うんですよね。だからさ、アーケードのとことかさ、一条さんとかさ、やっぱ八幡さんとかはさ、やっぱり形として残しておくときっといい価値になるんじゃないかなって僕は思うんですよね。たかしくんやってっかな、たかしくんやってっかな。あ、やるやるよ、みーちゃん聞いてみよう。よいしょよいしょ、おはよう、やるよ。今日ね、はい、休みながら行けたよ。かまん、昼前バーに。はい、大丈夫ですよ。うん、ちょっと今、歯医者行ってくるけ。歯医者帰ってきてから、お願いしようか。うん、すみませんが。昼前ぐらいと思う。うん、はい、ほんならね。よいしょ。カメラ思いっきりぶつけてもた。大丈夫かな。同級生でございますね。よいしょ、と。まあ、同級生なんでね、あのええですよ、でも気分 が楽ですね、やっぱりね、気ぃつかんでええので、よいしょ、さあ、歯医者行こうかな、抜くかな、まあ、もうちょっと回ってみてもいいけど、どうしようか、10分ぐらいぐるっと回ってみてもいいかな。
だからね、今日はね、あの GoPro の映像をあのプロチューン、まあもちろんプロチューンで撮ってるんですけど、プロチューンのフラットで撮って、で画質を低にしてですね、撮影しております。で編集時に あれですかね、トリピンさん曰く、シャープネスを、0.03 とか 0.5 ぐらい下げて、ブラーを 0.05 ぐらい下げて、編集ソフトでシャープにすると、締まるんじゃないかというねアドバイスいただきましたんで、それをやってみようかなというところですね。よいしょ、MA1 押してたね、さっき。先行っちゃおうか、ゆっくり待とうか、ここで。どうしようかな、あと10分ぐらい回ろうかな。この道は通ったよね、この道通ったのよ、中弁の通りね。新町の通りは通ったかな。こっちぐるっと行ってみようか。じゃあここはあれですね、遅咲きのひまわりでロケ地に使われたと言われる、地下になりますね。味処地下ということです。あ、今そうそう思い出した、あれだ、この間消防団の打ち上げで谷口で飲んだんやけど、あれあれ谷口で帽子忘れてきてさ、開いてるかな、谷口帽子取り行こうと思って、いいこと思いついた。よいしょ、急ぎね、そこに動かしちゃった。だからさ、同級生がね、ちょくちょくこの町におってね、向こうにも小谷くん印鑑屋さんもありますね、なんちゃっておまわりさんやってる印鑑の小谷くんちもね、小谷くんとこの印鑑屋さんもありますね。うん、どうしよう、白木さんと小葉ちゃん元気かな。よいしょ、この前はね、あこで火事がありましたからね、あれどうなったんかな、結局誰もおらんところから出火だったかな、漏電で出火ですって。ほらこの辺建物古いでしょ、だからね、やってっかな、仕込み中やから頑張ろうかね。仕込み中やけんやめちょこか、来るかな、でもまあ一応来たいな、電気ついてるから行ってみよう。あれ何これ、あ壊してんのか、こんな家があったんやね。よいしょ、ごめんなさい、動かしてよ。見てるかな、やってっかな。あ、すんません、ごめんください、すんません、この前忘れ物しちょって、あ、お疲れさんです、緑のね帽子を忘れちょって、うん、帽子あったあったあった、あこれでしょ、あよかったよかった、今多分ならありがとう、どうも、はい、よいしょ、よかったあったよいしょ、どうしよう、よかったよかった、無事帽子ゲットです、よいしょ、
ああ、そっかそっか、おじさん、あこで働きよったかいね。そっか、職員さんやったわか。大変やね。リンゴ焼きルーちゃん、ああそうか、あここがね石川、ああ山下先生の、そっか。山下整形外科とね、山下眼科は、竹本病院の方へ、統合しましてですね、竹本病院の方は整形外科と眼科を始めましたので、よろしくお願いしますということですね。うん、山下先生もまだ山下眼科の山下誰先生やったかな、恵子先生やったかな、まだまだお元気で、竹本病院でやっておりますのでね、どうぞ、スポーツ外来もやってますのでね、よろしくお願いします。よいしょ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 、ほらこの辺は昔ながらの町ですよね。よこしょーと、何時だ、もう行っちょこうかな、どうしようかな、よいしょ、うろうろしていくか、どうせ待つんやからな。花屋さんとはいえ、こうやって空き地になっていきますよね、どんどんね。野波の自転車屋さんまだやってますよ。よいしょ、行こうか。歯抜いた後に時間がまだ空いちょったら一条さんの方へ行って撮影してみましょう。結局戻ってきたんだ、こっちに。よいしょ、さあ行っちゃいましょう。じゃあね、入ろう、抜いちゃいましょう。あ、じゃあこっちは、いつも間違うんや、これいつも間違う。よくせーっと、油塗らんとこれ硬い。よいしょよいしょ、さあ、よいしょよいしょ、歯がですね、どんだけ変わるか、乞うご期待。はい、どうも、無事にこっちの右下の親知らずを抜くことができました。途中で3つぐらいにね、子が分かれちゃって、そのね、子が
折れて根っこ取るのに難儀されたようですけども、なんとか無事に、抜くことができました。ちょっと腫れてるかな、そうでもないかな、ちょっと腫れてるかもしれないけど、これから何日か腫れるかもしれないですけど、なんとか無事に抜けたようです。